松戸正也は、地方競馬の金沢競馬場、田島博之き級者所属の騎手である。勝負服の柄は銅青、木出す木、袖赤、木一本輪。東京都出身、血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手家庭第79期生。2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月11日第1回金沢競馬1日目。 第3競争 C312 組条件戦、シルキーフレームで初起乗。同年4月13日第1回金沢競馬3日目、第7競争 C28 組条件戦をボスジャンボで優勝し、5戦目で初勝利。2006年3月20日、第20回全日本新人王相派戦出場。2007年1月21日から3月16日まで。 笠松競馬場へ冬季交流競争のためへ遠征、滞在した。2012年11月25日第7回金沢、プリンセスカップをガッツオブトップで勝利し、重賞発生8法通算成績は1741戦64勝2着103回3着122回、勝率3.7%、連帯率9.6%第79期機種候補生。 終了式地方競馬情報サイト平成15年度、第4回調教師、機種免許試験新記号格者発表地方、競馬情報サイト全日本新人王総派選から、LL サイズ金沢からの冬季交流競争場が、出走。日曜日も開催です。笠松競馬笠松金沢で冬季交流競争 -netkeiba.com。ありがとうございます。